どうもこんにちは、バイクライドイン東京のトモです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回はこちらのマキノの NGS フレームのバラカン動画となっております。本日はホイール、ハンドル、サドルなどブレーキ以外のパーツを取り付けていこうと思います。こちらのチャンネルではピストバイクに関する内容や車載動画、自転車グッズの紹介などを発信しております。ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。まずは今回取り付けるパーツをご紹介します。ホイールはグランコンペの缶組ホイール前後セット、チェーンは泉の8分の1のチェーン、コグはユーロアジアの 17D、 ロックリングはシマノのデュラエース、タイヤはコンチネンタルのゲータースキン、シートポストは日東の NJS、 シートピンは杉野の 17mm、 サドルは野口のスポーツサドル、ステムはビバのカールステム、ハンドルは日東の B230、 グリップはギザプロダクツのロックオングリップ。以上のパーツを取り付けていこうと思います。ちなみに使用する工具については作業を進めながら紹介していこうと思います。それでは早速作業に入っていきます。でははじめにホイールにタイヤを取り付けます。ゲータースキンついに買いましたね。これね、ずっとね使ってみたかったんですよ。ずっと使ってみたかった。てかなんならなんで今まで使わなかったんだろうっていう感じなんですけど、ちょっとねやっぱり1本いくらだこれ、1本6000円しないぐらいするんで、結構まあ僕の中では高級なタイヤかなと思ったので今まで使わなかったです。しかもね、このなんて言えばいいんだろう、ワイヤービードじゃないタイプのタイヤ使うのマジで初めてですね。いつもね、あのよくあるもともと輪っかになってるタイプのタイヤしか使ったことないから、え、これどうやって取り付けんの、これこういう感じで輪っかにするのかな。すげえ初めて取り付けるこういうタイプ。おお、 25C 買いました。 25C 多分入るでしょ。入んないかな、入るだ、入るよな、さすがに。なんかタイヤをつけるときはこのロゴとこの裏のバルブ、穴開いてると思うんですけど、ちょっと分かりづらいかな、バルブがこのロゴの真ん中に来るようにつけると、なんて言えばいいんだろう、見た目がいいとよく言われてるそうです。なのでいつも真ん中につけてます。僕はこのタイヤ買って、よし、タイヤのこの片側だけはめたら、次にチューブを取り付けていきます。タイヤをはめたらこんな感じでチューブをタイヤの内側に入れていきます。こんな感じでね、内側に入れたら今度はこの今ね開いてる、まだ開いてるここの片側の ビードっていうのかな、ビートっていうのかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、それを入れていきます。本当はホイールは手組みホイールを自分でやってみようかなと思ったんですけど、ちょっとさすがにそれはまだハードル高いかなと思って、今回は一旦グランコンペの缶組みのホイールを買いました。フレットリ台も実は僕持ってて、いつかは手組みホイール自分で組んでみたいと思ってます。 OK、 タイヤにチューブはめたら、このなんて言えばいいんですかね、ここチューブをタイヤで挟んじゃってないか最後チェックした方がいいです。こんな感じでピロッて広げて、噛んでないか見ます。反対側、反対側も OK、 空気入れていきます。空気圧どこに書いてあるんだこれ、あ、書いてある書いてある、 120psi、 よし、じゃあ120入れちゃおう。オッケー、じゃあね、前後ともにタイヤを取り付けましたので、後輪にコグを取り付けていきたいと思います。コグっていわゆるこのギアのことですね。これを取り付けます。ギア比はね、前46の後ろ17が結構個人的には好きなんで、今回もそのセッティングでいきます。コグにグリス塗っていきます。ハブにコグつけていきます。コグは、あ、そう、正ネジですね、正ネジ、普通の時計回りで締まります。で、ここでちょっと特殊な工具が登場します。コグ回し、これを使って
このね、まあ、手で締めたコグを本締めしていきます。使い方はこれをね、このチェーンをくるくるっとコグに取り付けてグググと、こんな感じかな。あんまきつくやりすぎると取れなくなっちゃうんで、まあ、そんなにがっつり締めなくてもいいとは思います。コグの取り付けが完了しましたので、次ロックリング取り付けていきます。ロックリングにもグリスぬりぬりして、ロックリングはさっきとは反対の逆ネジで締めます。これはね、コグが外れないように蓋っていうのかな、蓋の役割を果たしています。で、ここでまたさっきのコグ回しが登場します。これをロックリングにね、溝がついてるんですよ。溝、これにこう引っ掛けてグググと本締めします。これもなんかそんなにがっちり締めなくても、がっちりっていうか締めすぎない方がいいと思います。外すとき大変なんで。ただ緩くても危ないから、そこは取れない程度につけた方がいいと思います。コグとロックリング装着できました。はい、それではフレームにホイールを装着していこうと思います。さあ、 25C 入るのか。おー、入るね。 25C は入るんだ、よかった。あ、 25C は無事入りましたね。いやー、もうこれ 25C 以上はもう入んないな。ホイールを取り付けるときは 15mm のボックスレンチで取り付けます。前輪の取り付けが完了したので、後輪も取り付けていこうと思います。チェーンの長さをちょっと決めるので、一旦仮止めでいきます。はい、後輪も今仮止めして、次にチェーン取り付けていこうと思います。これ長さどうやって決めんの。これも今フェザーに使ってるチェーンなんですけど、安くて全然いい感じに回ってくれるチェーンですね。チェーンの長さを決めていきたいと思います。そう、チェーンはねカットしなきゃいけないんで、 OK、 ここ切ればいいか。これ失敗できないな。チェーンの長さを切るときはこちらのね、チェーンカッターっていう工具を使います。おお、ピン飛んでったな。やばい、チェーン切りすぎた。ここでちょっと問題が発生しまして、こちらのチェーンカッターでチェーンを切ったんですけど、チェーン適当に切りすぎてチェーンの長さね全然足りなくなっちゃいました。やっちゃいましたね。やっぱちょっとずつチェーンを切んないとこういうことになります。やっぱざっくりこんな、こんぐらいでいいでしょうみたいな感じでチェーン切っちゃダメですね。当たり前だけど、こちらね、新しく HKK のチェーンを今自転車屋さんで購入してきました。値段は1800円です。いや、お金をちょっと無駄にしちゃいましたね。お、すごい灯油の匂いする。じゃあちょっと気を取り直して取り付け再開していこうと思います。どんくらいの長さがいいんだろうな、これちょっとずつ切っていこうかな。いきなり切りすぎるとさっきみたいに失敗しちゃうから、もうちょいだな。一旦こんくらいにしとくか、ブレーキつけるから。まだブレーキとかもつけてないんで、チェーンの正確な長さがちょっとわかんないんですけど、一旦ちょっとチェーン長めに残して取り付けちゃいます。このチェーンはこういう、わかりますかね、リンク、まあ、一般的なチェーンのタイプでして、こうやって挟んでというかリンクをつけて、この上の蓋みたいなのつけて、このジョイントをね、ここにこういう感じで挟んで、で、まあ、僕はねこれちゃんとした工具が、専用工具があるんですけど、僕はこのちっち
ちゃいニッパーでパチンと止めちゃってます。いつもこんな感じですね。でこのなんて言えばいいんですかね、クリップの向きは口が開いてる方が進行方向の逆側、口が閉じてる方が進行方向っていうのが正しいみたいです。チェーン取り付けたんで本締めしてきます。次にシートポストとサドルを取り付けていこうと思います。まずねこのシートポストにグリス塗っていきます。次にシートピン、これをつけていこうと思います。今の最近の自転車はねこういうシートピンとか使わないでシートクランプっていうのかな、シートクランプがついててそれで止めるっていうタイプが主流だと思うんですけど、まあね、昔のヴィンテージフレームとかこういう NGS とかはこういうフレームにね直接シートピンっていうのをつけてシートポストを固定します。ヴィンテージロードとかこういう NGS じゃないとこれもはや使わないんじゃないかな。何ミリだ、何ミリに六角使いますね。あとでサドルは高さを調整するんで一旦ざっくりでやります。こんぐらいかな。一旦仮で固定しました。で次にねサドル取り付けます。本当はねもうちょっといいサドルを買おうかなと思ったんですけど、フェザーにつけてた WTB のサドルがボロボロになってしまったので、このサドルをね今のフェザーに使ってたんですけど、そのままこのマキノに、流用しようと思います。このサドルはねなんといってもね安い、お尻もねあんまり痛くなりづらいからねこれ結構おすすめですよ。2000円ちょいぐらいでアマゾンで買えるからね。ただ見た目がねあんまりかっこよくないっていうまあ主観ですけどね、僕の主観ですけど、セライタリアとかそういうサドルの方がやっぱ見た目かっこいいですよね。この NHS のねシートポスト2本締めなんでねちょっとめんどくさいんですよね。競輪選手の体重って重いからこういった2本締めにしてるっていうのをなんかの記事で読みました。あとで位置調整はやります。なのでちょっと仮止めで、はい、それではステム取り付けていこうと思います。ステムはもうすでにグリスアップ済みです。本当はねステムもニットのステムにしようかなって思ったんですけど、まだねちょっとこのハンドルじゃないやステムの長さとか分かんない部分があるんで、一旦このビバのカールステムっていうのにしました。これめっちゃ安いです。まあお気に入りのポジションというかいい感じのポジションが見つかってからいいパーツに変えようかなとも思ってたり、まあ、特にねこのステムが問題なければ別にこれでもいいかなと思ってます。やっぱニットの方がなんかピカピカで仕上げが綺麗だけど、よしこんな感じでまっすぐかな。次はねハンドル取り付けます。これはニットのハンドルにしました。あ、グリス塗ってなかった。このニットのハンドルはどうなんでしょうね、使い心地は。どんぐらいがいいかな、これ寝かせすぎだな。もうちょっと上がっててもいいか。一回下ろしてみよう。こんなもんじゃない、一旦こんなもんで行ってみようか。多分いい感じ。ハンドルを取り付けましたので最後にグリップを取り付けていこうと思います。今回初めてこのロックオングリップっていうこのねネジでハンドルに固定するタイプのグリップを買ってみました。使い心地やいかに、わ簡単でいいね。ロックオングリップもう本当に差し込んでネジで止めるだけだからめっちゃいいっすわ。これ何ミリだ、3ミリ。 OK、 反対側も本当この六角だけでつけるタイプだ
つけるからめっちゃ楽だわ。ロックオングリップって結構高いけどギザのは安くていいっすよ。1400円ぐらいだから。値段の話ばっかりしてるな。おー、できたー。オッケー、グリップつけました。はい、ということで全てのパーツの取り付けが完了しました。イエーイ。タイヤもね、25C のタイヤ入るかちょっと不安でしたけど入ってよかったですね。チェーンをね、適当に切りすぎて短くしちゃってね、チェーンを買い直す羽目になってしまったんですけど、まあそれは勉強代ということで。ピスト用のブレーキセットがダイヤコンペから発売されているので、そちらを買ってこちらに取り付けようと思ってます。はい、ということで今回はマキノのピストバイクのバラカン動画でした。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルではピストバイクに関する内容や車載動画、自転車グッズの紹介などを発信しております。よかったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。